さて、それでは今日のお話ですけれども、今日の皆さんはこの今年後半は、広志先生の広島弁訳ということで、広島弁訳で聖書を読みますとこう心にこうスーッとスーじわーっていう感じでね、広がってくるのが分かります。先日もあの寺西のお父さんがありゃよう分かるわー言うて私に言うて くれちゃったんですけども、本当にその深く感動を毎週いただいておりますが、私にはあの広島弁訳という力量は全く持っておりませんので、今日は1週間だけ広島弁訳をお休みして、標準語の御言葉でお分かちさせていただきたいと思います。さて、皆さんはあの今年の教会のテーマをあの覚えておられるでしょうか。覚えておられるでしょうかという前にこのパワーポイントが出ましたので、今年の教会のテーマは隣人を、自分のようにというテーマです、同時に高齢者のケア、高齢者ケアの充実というのも同時に掲げております、ですからこの隣人というのは特にこのグリーンチャペルに集っておられる高齢者の方、またはそのお家でご両親を見ておられる方のケアを教会でしていきたいというテーマもいただいて、皆さんとここまでやってまいりました。5月からご長寿生き不幸せセミナーというのを始めまして、3回終わりました。そしてあと1回行われますけれども、講師の里村先生から毎回この高齢者の方についての、心の状態とか、それからと、病気のこととか、またそれの普段の接し方などですね、本当に詳しく教えていただきました。しかしこの、ご長寿生き生きセミナーはまだ教会の段階でいきますと、調査の段階になります。この学びが終わるといよいよこの共助共に助けるというですね、共助の段階に入らなくてはなりませんが、今年はもう8月も終わろうとしております。あと9、10、11、12とあと4ヶ月しかあります、もちろん、来年もということになるかもしれませんけれども、できるだけこれからあと4ヶ月高齢者の方々のケアを具体的に愛の実践をしていきたいなと私は、願って、祈っております。里村先生のお話を聞いて、私も先ほど明かしをした、バリバリの高齢者約1名と共に暮らしておりますけれども、近くにいながらそう高齢者のことっていうのがあんま全然分かってなかったなっていうのをすごく反省しております。こう近くにいても分かっていないのだから、こう離れている、教会の方もそうですけれども、友人などもの、この方々の必要にどれほど応えているだろうかと思った時に、本当に反省をいたした次第です。で、3月にこの広志先生が同じテーマで話をされたの、皆さん覚えておられるでしょうか。私も結構このメッセージは記憶に残っていますけれども、今週もう一度メッセージライブラリーでこの先生のメッセージを聞きました。広志先生は、まず愛するとは隣人のためにお金と労力と時間を使うことだ、良きサマリア人の例えから話されました。相手を好きだから愛するのではなく、また愛してもらったから愛するのでもなく、心と裏腹でも結構愛を実践しようというね、厳しいメッセージ。そして隣人であるのではなくて隣人になろうというメッセージをしてくださいました。特に私が最後のこのあなたの隣人度チェックというのがあったんですが、皆さん記憶に残っておられる方も多いと思います。これ広志先生が使ったパワーポイントをそのままいただいてきたんですが、このあなたの隣人度はどのレベルということね、一番上、隣人になるなんてとんでもない、自分のことだけで精一杯という、孤独な、これは孤独な人。2番目に、気の合う人、家族、友人にはの隣人にはなるけれども、なるという人は普通の人。
いや嫌いな人でも愛します。ここはサマリア人の良きサマリア人の例えから話されましたので、この、強盗に襲われて苦しんでいる人を助けたサマリア人レベル、そしていやいやイエス様レベルになると隣人を探している、探して積極的に愛するという、あなたはどのレベルでしょうというのをガーンどっぷり、1番もしくは2番じゃあということで反省して、なんとかこの3番のレベルにまで片足でもいいから、引き上げたいと思うんですけれども、これがなかなか長続きしないんですね。これじゃいかんという、ただただもう次回の面を込めて今日はメッセージを取り継がせていただきたいと思います。それでは、皆さんとまず最初に隣人を自分のように愛するというのはどういうことかというのをイエス様の言葉から学んでいきたいと思います。では聖書をお開きください。お持ちの方はお開きください。ない方はこのパワーポイントをご覧ください。聖書はマタイによる福音書の22章です。22章の35節お開きください。新共同訳の方は44ページになります。35節からお読みしたいと思います。そのうちの一人律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。皆さんと一緒にお読みしましょう。三、はい。隣人を自分のように愛しなさい。はい、ありがとうございます。律法全体と預言者、つまり旧約聖書はこの2つの掟に基づいていると書いてあります。先日のその広瀬先生のメッセージの学びましたように、神様が私たちと交わしてくださった古い契約、旧契約といいますけれども、この旧契約または律法の中で一番大切な掟は神様を愛すること、そして第二に重要な掟は隣人を自分のように愛するとイエス様はおっしゃいました。一番目の掟よりも二番目の方が数百倍難しいと広瀬先生は言いましたが、私も同感です。しかしそんな私たちのためにイエス様は自ら行動を持って隣人を愛するということはどういうことかを教えてくださっています。それでは次はイエス様の行いを見てみましょう。このイエス様、どのようにイエス様が隣人に愛を与えられたか、特に病で苦しむ人々のところにイエス様は積極的に出かけていかれて、癒しという御業を持って愛を示されました。新約聖書の今読んでいる福音書の中にはたくさんのその記事があります。今日はそれ以外の場合も見てみますと、その公営に預かったトップバッターは、ザーカイ、そうです、チビのザーカイで、徴税人の頭と書いてありますね。税金を取り立てに行く、お金持ち、性格が悪いとは聖書に書いてないですけど、誰もなんか友達はいなかったようですね。聖書はルカによる福音書の19章がこのザーカイの記事が載っています。イエス様はこの日、エリコの町に入られまして、人気沸騰ですので、イエス様を一目見ようとたくさんの人がイエス様のところに集まっています。もちろんザーカイもその一人で、でもチビなので、人が前に立つとイエス様が見えないんですね。ですからイチジクグアの木に登っておりますけれども、
まあ、下を通る、まあ、登ってですね、下を通るイエス様をまあちょっと攻めて見てみようと思ったわけですね。するとイエス様はそのザーカイのイチジクグアの木の下を通り過ぎるどころか、おそらく初対面、しかもいい年をして木登りをしているこの鎮竹林のザーカイに19章の5節をお読みいたします。ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからとイエス様は話しかけます。ザーカイは自分の家でイエス様と共に食事をいたしまして、そして次の日に彼は自分の財産の半分を施し、それまで不正に取った税金を4倍にして人々に返しますと告白して、彼の人生は180度奇跡の大逆転を起こしたわけです。最近 NHK には奇跡のレッスンという番組が大変人気だということですが、奇跡のレッスンならぬまさに奇跡のお泊まり会ということになるでしょうか。ザーカイとイエス様がどれほど楽しい時を過ごしたかというのは想像するだけですけれども、このザーカイはきっと、まあ、お金もたくさん持っているし、家もあるし、ご馳走もあるけれども、それを一緒に楽しむ友達が一人もいなくて、本当に寂しかったんですよね。その寂しいザーカイのところにイエス様は来て、ご自分から近づいてこられて、楽しい時間をザーカイに与えられました。次に、見てみる例は、一人からいきなり5000人の隣人になられたところです。これはマタイの手紙の、ごめんなさい、マタイの福音書の14章にこの記事が書いてあります。聖書のある方はぜひご覧ください。このイエス様の評判を聞きつけて、たくさんの人がイエス様のもとに集まってきますけれども、ここではさすがのイエス様も疲れられたのか、ある田舎町に一人で出かけられたと書いてあります。このマタイの14章の13節の途中からお読みしたいと思います。14章の13節、新共同訳でしたら28ページになります。イエスは自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています、ですから群衆を解散させてください、そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。16節、しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。イエス様自身も疲れておられて、人里離れた場所に行かれているにもかかわらず、イエス様5000人が集まっているってすごいですけれども、5000人の人々は、あー、みんなお腹空いてるだろうな、どこでご飯買うんじゃろうのと心配しておられます。このあとイエス様は弟子の持っていた5つのパンと2匹の魚、もちろん常識では5000人の人を食べさせることはできませんけれども、この絵のように祈りを捧げてパンを裂いて配られました。なんと5000人が満腹して、残ったパンくずは12のかごにいっぱいになったと書いてあります。イエス様は5000人の隣人においしい食事を与えられました。最後に、見る例はイエス様が十字架に、これはイエス様が十字架にかかられた、復活された後のお話です。イエス様の十字架刑の後、聖書の箇所はヨハネによる福音書の21章になります。
ペテロ、イエス様が十字架にかけられた後、この弟子のうちのペテロをはじめ、漁師、元漁師7人組の弟子たちは、まあ、怖かったのか、もう仕事戻るかということで、このガリラヤ湖に戻っていっていたんですね。そこで、復活されたイエス様は、この元弟子か、ちょっと今休んでいる弟子、漁師に戻った弟子たちに会いにガリラヤ湖に行かれます。その夜はその弟子たちは一匹も魚が取れずに、本当に、打ちひしがれているところに、誰かからこの岸から声がします、まあ、このぐらいの距離かどうかは分かりませんけれども、イエス様は遠く船に乗っている弟子たちに、船の右側に網を下ろしなさいと声をかけられています。そうしてみると、おびただしい魚が釣れたと。そしてそこでやっと弟子たちはイエス様だということが分かったんですね。で、慌てんぼうのペテロは船から、とっさにこの湖に飛び込んで岸にたどり着きます。すると、なんとイエス様はこのパワーポイントの絵のように炭火を起こしてパンと魚を用意しておられました。一晩中漁をして、まあ、さぞかしお腹が空いているだろうなと思われたイエス様です。ヨハネの21章の先ほどの12節からお読みしますと、イエスは彼らに言われた、さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされたとあります。復活されたイエス様を前にして、弟子たちはおそらく朝食どころの騒ぎじゃないというか、まあ嬉しさ半分ですね。そのパンと魚も喉を通ったかどうかも、分かりませんけれども、まあ、きっと涙の味がしたと思います。この時もイエス様は隣人の弟子たちに美味しい食事を与えられました、まあ、こう見てみますと、イエス様の隣人愛というのに、ご馳走は欠かせないですね。食事は欠かせないようです、まあ、難しい演出もまた準備も、作戦も特に必要はありません。イエス様はこの今目の前にいるザーカイに、そして5000人の人々に、そしてペテロたち弟子たちに今一番必要なものを与えられました。このイエス様の機敏な隣人愛といいますか、それには本当に脱帽ですね。私なんかは、まあ、うわちょっと分かっていても今はちょっと時間もないし自信もないし力もありませんという、もう逃げてばっかりですけれども、そういうイエス様にいつ愛するのか、今でしょうと言われているに違いありません。それではその私の今でしょうの決心を、少しでも長続きするために、もう分かっていてもなかなかできないこの隣人への愛ですけれども、少しでも3レベルに、サマリア人レベルに近づくために、今日は皆さんに誰でも簡単不思議な言葉、ちょっと試して合ってみたいなタイトルですけれども、本当は魔法の言葉にしてたんですが、まあ、教会でちょっと魔法もないなと思ってちょっと不思議な言葉にいたしました。まあ、試して合ってはだいたい45分ぐらいしてなんか聞きたかったことが出てきますよね。その長い長い45分間、私もちょっと引き伸ばしたいと思います。すぐには出てきません、この不思議な言葉。まず最初に皆さんの一日の行動をチェックしていただきたいと思います。今日は日曜日ですが、まあちょっと特別な日ですよね。昨日でも構いませんし、明日でも構いませんので、私は何々します、何々しました
ね、あのそれ、ご飯を食べましたとかお風呂に入りましたとかそういうのを全部書いてると大変なことになりますので、まあ大体のことで結構です。で、これはある独身50歳女性の明日です。私はゴミを出します。最初のっけからゴミ、ゴミ出しから新聞を読みます。聖書を読みお祈りをします。メールをチェックします。教会の掃除をします。まあ汗びっしょりになりますからシャワーを浴びます。多分今日のメッセージの疲れでマッサージに行きます。帰りにウォンツで2倍セールですから買い物をします。ここでやっと仕事が出てきますね。レッスンが始まってピアノと英語を教えます。済んだらテレビを見ます。なんというエキサイティングな一日でしょう。もう感動ものですね。それで、まあ、誰の一日か分かってしまう、ほとんどね。それでは次にこの今の私の子、私のって言ってしまったこれらの子エキサイティングな行動が一体これ誰のためにやっていることかを調べてみました。本当は先ほどの全部パワーポイントに書いてたんですけど、書いてる途中で恥ずかしくなって削除したあまり心に残ると困るので、そうすると全部私のために行っていることでした。私は私のためにゴミを出し新聞を読み聖書を読むのも私のためですね。メールをチェックし教会の掃除をしマッサージに行きをつけた。なんという自己中心の生活の、まあ、見本のようなもの、神様は嘆いておられると思います。今私何々ファーストっていう言葉がね流行っておりますよね。アメリカファーストと言った人がまず最初です。最初びっくりしましたよね。その後になんかしたたかに都民ファーストとかいう人も、その後、日本ファーストも出てまいりましたね。となるとつまり私の行動は私ファーストです。私ファーストというつまり私が一番ですね。全部私の行動ですから自分ファースト、まあ、もちろんないと困るんですけれども、これは意識してなくても全部できることですから、これは無意識ではなく点ですか、点数をつけると、まあ、0点と言えるとですね。家族が多い方はこうはいきません。特にお母さんたちは料理をするとか、また洗濯をするとかが入りますから、もうご家族の家族のためにっていう言葉が入ると思います。私は家族のために料理をします、入ってますね。お父さんも大変です。お仕事もとにかくお仕事、一日お仕事、会社に行きます。で家族のために会社に行きます。で、まあ、よく考えてみると、でも家族のためですけど、まあ自分のためでもあります、仕事は。ですから、まあ、家族のためにというのは半分自分のためなので、まあ、50点、残念ながら50点ですね。だ家族ファースト素晴らしいです。家族円満の秘訣だと思いますね。〇〇ファーストのところに奥さんの名前が入る人がいますでしょうか。またはご主人の名前が入る人がいるでしょうか。そういう方もおられると思いますね。それはそれでも夫婦円満の秘訣ですから、秘訣ですが、まあ、ちょっとこれだと世界がちょっと小さくなるんではないかなと懸念いたします。いえいえ、マリコさん、近くにいる隣人にほど愛を実践するのは難しいんじゃけね言うて後から怒られそうなので、とりあえず50点は差し上げたいと思います。それからペットの愛も半分ぐらいでしょうかね。これもペットファーストの方もいますね。口を開けば最初から終わりまでペットの話だったっていう人も中にはおられますね。では逆に、この3番目の項目のように、この利益の生じない
つまりお金にならない、こう誰々さんのためにとか、また大きく言えば社会のために、またもしかしたら教会のためにとか、自分の所属しているチームのために、大きく日本のために、世界のためにという、この非営利の目的はいくつ皆さんの生活の中にあるでしょうか。先ほどの私の例、すごい例がありますから大丈夫です。皆さん一個あれば素晴らしいと思います。私ももっと誰々さんのためにという、隣人のためにという項目をもっともっと増やさないといけないなと思いました。本当に反省しております。例えば私は〇〇さんのために笑顔で挨拶します。ちょっと文章はおかしいですけれども、ここに〇〇さんのためにと入るのは、これは隣人のを愛していることです。私は〇〇さんのために話しかけてみます。私は〇〇さんのために、〇〇のためにお花を飾ります。〇〇のためにおいしいものをご馳走し、ここにはぜひマリコさんのためにを入れていただきたいですね。まだ私ファーストになっていますが、おいしいものをご馳走します。つまりこれは隣人ファーストと言えるでしょう。こうしたい、今だと思って一念発起するんですけれども、これなかなか続かないですね。3日続けば合格でしょうか。なぜかというと、やっても相手から期待されているようなリアクションが返ってこない、これが一番の原因だね。ああもうやめたとすぐに思ってしまいます。またなんで私だけが1000人いけんのというね、ネガティブな思考もどんどんと芽生えてくる。とにかく私はこの細く長く続けたいということで、やっと出てきました、お待たせしました、不思議な言葉をご紹介いたしましょう。これはこの〇〇さんのためにではダメです。絶対に長続きしません。神様のためにとそこに入れてみてください。聞いてみると、あまり今皆さんの顔を拝見すると、なんだそんなことかという顔をされていますけど、私は先週ここでいろんなことで試してみたんです。そしたらもう何度ガッテン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 というガッテンが生まれたことでしょう。結構簡単なことなんですけれども、私は神様のために〇〇さんに笑顔で接します、私は神様のために〇〇さんにありがとうって言ってみます、この神様のためにを入れると、何々さんのためにではお尻が上がらなかったのが上がるんです。これが不思議ですよね。ふつふつと力が湧いて、なんというんですか、瞬発隣人愛みたいなのが湧いてくるんですね。これは本当に皆さんやってみていただきたいと、私にガッテン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 と言っていただきたいと思います。M さんのためにではなくて、私は神様のために M さんに笑顔で接します、ありがとうと言います、コピーを取りますと、この神様のためにを入れるだけで、なんと否定文も肯定文になります。私は何々したくない、私は何々できないという否定文も神様のためにを入れると、私は神様のために何々したくないとは言えません、何々しますになります。何々できませんとは言えません、何々できますに必ずなります。ですからこれは隣人に対してだけではなくて、私たちの行動でチャレンジする前に諦めていたことの前にこれを入れてください。やる気スイッチが必ずオンになります。つまり神様ファースト、
神様を第一に、神様のためにという言葉を入れてみてください。さあ、それでは3段目の広告です、項目ですけれども、隣人を自分自身のように愛すると、この私たちの小さな小さなチャレンジですけれども、神様はスーパーセレブな恵みで思って私たちに答えてくださいます。それはどんなことかというと、ヨハネの手紙の1を持っておられる方はお開きください。ヨハネの福音書ではなくて手紙の方の1ですの3章の18節を開いてください。3章の18節。これ隣人を愛するというのは律法の教えですから、しかも神様からの命令ですから、問答無用っていう感じがありますよね。でも神様はその私たちの日々の努力に報いてくださるお方なんです。どのように報いてくださるでしょう。新共同訳の方は444ページを開けてください。それでは18節からお読みいたします。子たちよ、言葉や口先だけでなく行いをもって誠実に愛し合おう。これによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。皆さんもじゃあご一緒に、ちょっと字は小さいんですけれども、子たちよというところを一緒に読んでみましょうか。3、はい。子たちよ、言葉や口先だけでなく行いをもって誠実に愛し合おう。これによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。自分が真理に属していることを知る、一つ目の恵みはこのように書いてあります。行いをもって誠実に愛し合うとき、これによって私たちは自分が真理に属しているということを知ると。これは一体どういうことか、リビングバイブルの訳を見てみると、神様の側に立っていることをますます強く確信できるでしょうと訳してありました。この隣人を愛するとき、私たちは神様の側に立っているということを確信できる。自己中心で自分さえ良ければいいという罪の側ではなく、また人からしてもらうことばかり考えている側でもなく、私は神様の側に立っているということを知ることができます。それはどうしてかというと、愛は神様から出ているからです。ここにもパワーポイントにも載せましたけども、ヨハネの手紙の第1、近いです、4章16節にこうあります。神は愛です。愛のうちにいるものは神も、神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。私たちがその愛を隣の人に注ぐとき、この恵みを、神様の側に私たちはいるという恵みを味わうことができるとあります。2番目の恵みは何だったでしょうか。神の御前で安心できると書いてあります。これもリビングバイブルで探してみますと、神の御前で安心できるというのは、やがて良し、神の御前に立つときに良心に微塵もやましいところがなく、神の主の御前に立てるのですと書いてあります。つまり私たちがこの地上での生活を終えて神の御前に立つときに、あの隣の人に与えた愛が永遠の愛に高められて、私たちを永遠の命を受け継ぐものとしてくださるということです。本当に感謝の約束だと思います。
この最後に、もう一つだけ御言葉をお読みして終わりしたいと思います。この神様の前で安心できるというのは永遠の命を受け継ぐものだと、先ほどお話し受け継ぐものとしてということをお話しいたしましたけれども、このマタイの25章にイエス様が裁きについて語られた箇所があります。この地上の命が終わって王なるイエス様が御国の門の前におられます。ちょうど右と左に分かれていて、ちょっと左の人ごめんなさい、右側の人は正しい人、左の人ごめんなさいね、映ってもいいですよ今、あの左の人にはそうでない人、の箇所が、そして王であるイエスはその右の方に集められた人に、さあ私の父に、34節から言いますが、祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい、天国に入りなさいということですね。あなたたちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。するとこの右側に集められた人は答えて言います。主よ、いつ私たちがあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、渇いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげて、裸でいるのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。身に覚えがないとこっちの皆さんは言われるんですね。するとイエス様は右側の人に答えて言われます。ここに書きました通り、あなた方、まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。神様は私たちの小さな小さな技もすべて見ておられます。それはすべてイエス様にしたことである。それは永遠の命へと導くものである。この感謝な恵み、隣人を愛することに加えられる恵みをぜひ明日からではなく、今日からではなく、今始めたいと願っています。私もこの、メッセージをしながら一つの新しいビジョンをいただきました。今年の教会の高齢者ケア大作戦ですけれども、まだ愛の実践はなかなか、エレベーターはつきました。金をかけて立派なのを建てました。これも皆さんのためにというか、愛の実践です。しかしなかなかまだ具体的には行っておりませんので、まず私は一番私の近くにいる隣人である母を喜ばせるために、また教会のお母さんたち、高齢者の皆さんを喜ばせるために、高齢者ファーストの集いを始めたいと思っております。これは高齢者の方にわがままをたくさんお寄せいただき、それに応えていくという素晴らしい会です。口で言うのは大変。高齢者の方、ぜひマリコさん、あれがしたい、これがしたい、あそこへ行きたい、あれが食べたい、どんどんお寄せください。それを私が一つ一つ実現に移していくというすごいビジョンを立ち上げました。高齢者の方いかがでしょうか。喜んでいただけますでしょうか。ありがとうございます。この高齢者ファーストの会、早速秋から立ち上げていきたいと思います。このことをもって、また少しでも私のこの、隣人
を愛する愛が長続きできるように神様が与えてくださったビジョンです。ぜひ高齢者じゃない方もお付き合いいただけたらなと思っています。それでは、最後に、一曲賛美をして終わりにしたいと思います。あ、今でしょう、出すの忘れてこれ出すの忘れてるぐらいだからやばい今でしょう、本当に今だと思います。イエスが愛したようにというこれ私は弾こうと思ってたんです。ともちゃんは隣に行かなきゃいけないと思って遠慮してたんですけど、いいですか、この、これをめくらなければいけないということが分かりました。ごめんなさい、すみません、 G でお願いします。ではイエスが愛したようにご一緒に歌って、この恵みを分かち合いたいと思います。イエスが愛したように私たちも愛し合う、その愛の中で枝となるとき多くの実を結ぶ。イエスが愛したように、イエスが愛したように私たちも愛し合う、人が友のため命を捨てるほどの愛はない。皆さんお立ち上がりください。共に支え合い、共に助け合う、イエスの愛で共に祈り合い、共に分け合う、イエスの愛の中、共に共にいざ与えてくださった。大きな愛に心より感謝いたします。大切な一日を私ファーストに過ごしていたことをお許しください。自分のためには惜しみなくお金も時間も労力も使います。しかし今目の前にいる愛を必要としている方に、どうぞ私たちはこの言い訳を持って素通りすることがありませんように、どうかイエス様からいただいた大きな愛を持ってその愛を実践することができますように助けてください。あなたのために、イエス様のために、また神様のために、これから小さな優しさを実践していきます。同じ決意を持った今日持ってくださった方に、聖霊様がどうぞ豊かに力を与えてください。永遠の命を受け継ぐという素晴らしい約束を心から感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。どうぞ皆さんもお一人お一人各自でお祈りください。ハレルヤ、隣の方のためにお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。この教会の愛の技を感謝いたします。私たちは神の家族です。それは笑い、共に笑い合い、共に助け合い、共に慰め合う神の家族。神様どうぞ
私に新しい一歩を踏み出させてくださいますようにお願いいたします。ハレルヤ、感謝いたします。それでは最後に祝祷のお祈りをいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。エリア、心から感謝します。ありがとうございました。お座りください。